佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は体内時計を整えるです。あなたはサーカディアンリズムをご存知ですか？このサーカディアンリズムとは、自然に人に備わっている太陽の動きに沿った体内時計のことなんです。実は私たち現代人はこのリズムがずれていると言われています。本来活動する昼間は自律神経の交感神経、そして休息する夜の時間は自律神経の副交感神経、この2つがきちんと働くはずですが、夜型の生活になったり、不規則な時間に寝たり休んだり、そうすると自律神経の活動が低下します。実はこのことで太りやすくもなってしまうんですね。ではこのサーカディアンリズムに合わせたリズムに戻すにはどうしたらいいんでしょうか。2つあります。1つ目、起床時間と就寝時間を一定にしましょう。2つ目、夜遅くても深夜12時までには眠りにつきましょう。そうすることであなたの体内にこのサーカディアンリズムが整って、その結果自律神経のバランスが良くなり、ますます元気になれますよ。私もできる限り深夜12時までには眠りにつくようチャレンジしています。あなたも今日からぜひできる限りチャレンジしてみてくださいね。私はいつも素敵な笑顔のあなたを応援しています。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。